それでは2021年度岡島研究室の研究室紹介をしていきたいと思います。まず研究室のメンバー構成です。スタッフは私と M1 が名 M2 が名という形になります。研究のキーワードは制御工学に関するものがメインとなっており、ネットワーク化制御やロバスト制御、株価指数、避難所の動的モデリング、 動画の再構成システムの構築などが挙げられています。令和3年度の卒検テーマの一覧はこのようになっています。テーマは抜粋して紹介していますが、えっと、例えばネットワーク化制御や複数の固定カメラを用いた動画像の最適構成、また時系列モデルに関するものとして、大規模災害時の避,避難所、インフラにおける時給の動的モデル化、 株式市場のモデル構築、市場分析に関する研究、制御理論に関するものとして、マルチレート系の制御や普遍集合解析といったものがあります。これらテーマを挙げていますが、具体的に誰がどのテーマをやるか、また別のテーマをやるとか、そういうものについては学生の希望に沿って柔軟に決めていきたいと考えています。研究の 概要につついて少ししずつ紹介しますまず本研究室で行っている研究の一つとしてロバスト制御に関する研究が挙げられますこのロバスト制御というのは制御対象の特性変動や外乱、えー、と外星信号などの影響を抑制するような、えー、と系を構築するものになりますで具体的には例えば自動車の運転とかをしている時には、えー、と地面がっと地面が えと濡れている場合や乾いている場合などでグリップ力がいろいろ変わったりしますし、えー、と登場しててていいる人の人ののの数によっっも車の動特性とうのは変わってきますこういう道徳性の違い、えー、制御対象のパラメータに、えー、と関してさまざまなそのばらつきみたいなものが生じたときにばらつきが生じていたとしてもうまく対応できるような自動制御系 を構成すするというののがロバスト制御の基本的なな考え方になります次のものとしてはネットワーク化制御が挙げられます。これネットワーク化制御というのは通信を介して制御を行うと遠隔手術とか遠隔操作っていうのがこれに当たりますで。こういうネットワークを介して制御するっていうことでできることが増えますのでこれによる制御というのは便利なんですが ただこのネットワークを介するといったことによって生じる問題というのもあります問題としては通信遅延や、えー、とパケットロス量子化などが挙げられますこれは西洋系設計の工夫によりこれらのネットワークを介することによって得られる特有の問題を解決していくというのはこの研究になります最近では暗号化して、えー、と通信をするという暗号化制御の枠組みの研究も行っています 次に動画像処理の研究です。この研究というのは、えっと、固定カメラで撮影した映像を、えっと、元に、えっと、処理を施すことで、その映像の付加価値を高めるという、そういう、えっと、研究になりますで。具体的には固定カメラで撮影された、えっと、映像のうち、一部分にフォーカスするで、別の部分にフォーカスするといった形で、その 画角の中で仮想的なカメラワークを実現することによってその動画像そのものの価値を高めるということをやっています。でこの具体的な成果については別の動画でアップしておりますので、えっと、興味のある方はそちらをご覧ください。えっと他にも、えっと、ここ今回の、えっと、4年生のテーマでは挙げていませんが熊本城の石垣の復旧に関する研究も行っています。 これは具体的に、えー、と石垣が、えー、と2016年の地震で崩落したというのは、まあ、めちゃくちゃ、えー、と大きな規模で崩落したんですが、えー、とそれを元の位置に戻すというそういう、えー、とことが必要になってきます。でこれは、えーとまあ、単に、えー、と普通の、えー、と文化財であれば、まあ、そういう元の位置に戻すとかまでは必要ないんですが重要文化財 でえー、と国が指定するものですので、えー、とそれぞれの石垣がもともとどこにあったかっていうところを推定、えー、と特定した上で元の場所に戻していくという作業が必要になっています。なのでこの元の場所がどこにあるかっていうのを実際に、えー、と推定すると,、えー、とそのための方法について研究しているのがこのテーマになっています。 これについてはいろんな先生や企業もしくは市町村なども絡んだ共同のプロジェクトでやっていたものになります。テーマとして株価モデルの研究も行っています。株価っていうのはいろんな投資家の意思決定のもとを推移していくんですが。 まあその株式市場のルールがえーどういうえとものであるべきかとか、今うどれぐらいうまく機能しているかとか、そういう部分について着目した研究をやる上で、西洋工学の観点からこの市場のモデル化やえと分析を行っていくというのがこの研究のえ内容になります。で最後にえと震災復興関連のテーマのもう一つとして、 えと大規模災害時の避難所の時系列モデルというのを、えーとまあ、やっています。でこれもまあテーマに挙げてます。でこれ具体的に震災が発生した時には、えー、と物流ダイナミクスや、えー、と必要な物資等のダイナミクスというのは変わってきます。ダイナミクスというのはその時間的にどれぐらい需要があるかっていうその需要が、えー、と時間的に時刻々,々,々,々と変化していくことになります。 で避難所に避難してくる人数とか、えー、と実際にその支援が必要な人の人数っていうのを正確に見積もることによって、えー、とその結果、えー、と二次被害を防ぐというそういう部分ですごく重要になります。で、えー、とこの実際にどれぐらいの支援要支援者がいるかという部分の、えー、と推定を行うモデルを、まあ、物理モデルとして導出するというのがこの研究の重要な課題になっています。 えっと、以上で岡島研究室の研究紹介を終わりたいと思います。